肉体的超強い北斗神経を持っている武井壮とかの動物の顔し方って、うん、あれ落語なの、ね タケイさんってあの、お兄さん若いうちに亡くしてるんですよね。イボイノシシのメスとかと一緒に生放送すると、残念ながら肉体的に強いということが役に立つことってあんまりないんですよね。なので、そのなんか、肉体的に超強い北斗神経を持っているタケイ層とかが来たとしても、その放射性物質ばらまいたりとか、毒をばらまいたりとか、その水に毒を入れて食わせない、その水飲めないようにするとかっていうと、簡単に死ぬんですよね。 なのでその肉体的に強いことっていうのが実はそんなに役立つものではないので北斗神拳ごときで世紀末の覇者になれるという考え方自体が漫画なんじゃないかなと思いますけどもペンギンって水中ですごい速さでこう進みながら直角に曲がるとかも可能だったりするんですよねなのでめちゃめちゃ能力値高かったりするんですけどあれは水中だから高いわけでなのであの外に出せば相変わらず予兆じゃなきゃなので基本的にはその相手が得意な土俵で戦ってはいけないんですよ 野生の竹井宗とかで森で戦ったら絶対勝てないんですよ。要はあの人ってその木登りとかも平気であるので上から攻めてくるとか、そ遠くから石を投げるとかっていうのができるので、なので相手が得意なところで戦わせちゃいけないので、基本的にはその竹井宗さんともし戦うのであれば、砂漠とか、あの周りにそのなんかあの、要は竹井宗が隠れられるような場所とか、その,たあのなんかあの登れるようなところがないところで、で自分は車でひたすら逃げる。で砂漠に竹井宗を置いてけぼりにするとかっていうのにすると多分余裕で勝てると思うんですよ。っていうのがあって、まず環境が 自分に有利なところで戦うっていうのが重要だと思うんですよね竹井壮についてどう思いますかあ、竹井壮さんまともあったのうんあ、そっか君サンジャポファミリーかいや、一回出たね。いや、サンジャポファミリーですよもうだから一回出たね。見た見た俺それ見ました拝見させていただきました素晴らしかったです本当にありがとうございますなんで T シャツとジャケット同じのずっと着てるんですか普通にもうちょっとおしゃれにした方がファンとかフェルじゃないですかっていうあの 大衆は人を下に見た方が長生きできるんですよ。うん、でほら彼売れなかった時代本当に長いじゃん。だから何をしたら人はこけるし、うん、何をしたらその人気が維持できるかってすげえ研究してんのよ。うわ真面目でなんかで、ね、その武井さんのインタビューかなんか見たんだけど、うん、あの動物の倒し方って、うん、あれ落語なの ず<や>ッと振られた時に「うん、こうやるんすよ」ってあたかもアドリブでその場でやってるように見えてるんだけど実は自分の中でももうずっと何度も練習してきたネタなのよ、うん、でそれを落語家なかなんかの人に「あれネタやろ?」って言われて「あわ分かるんだ」っていう話があったんだけど,どあの人その売れてない時代もずっとテレビ見てて、うん、こう振られたらこういう話をしよう<ー>っていうのをずっと練習してきた人しの。 だからその、本番の時の喋り方と、うん、この本番のカメラ待ってない時の喋り方も全然違うし、うん、すげえまとも、えー。ちゃんと考えてんだね。うん、であの人は残ると思う。あ、まあ確かに。だからほら、あの杉村太蔵さんも僕すげえあの人まともって言ったことあるんだけど、うん、あの人も残ってるよ。やっぱね、あの裏側まともな人は残る。 そのイ井ウさんっていうあの小動物をいじめたりとか、動物のメスとイチャイチャしてたりするおじさんがいるんですけど、で、あのおじさんももともとその十種競技っていうスポーツ出身なんですけど、でも別にみんな十種競技時代の竹井壮を知らないわけじゃないですか。で、今は小動物いじめおじさんだったりっていうので、なんかあのこのおじさん教いっていうので、まあ YouTube で見たりとかテレビで見たりとかっていうのがあるので、なのでその有名になるためのきっかけとしてスポーツっていうのがあったっていうだけで、その後はその後でどうその知名度を上げていくか稼ぐかっていう方向だと思うんですよね。 で割とそのやっぱあの動物のメスいじりっていうのがうまくいくみたいなので動物のメスいじりっていうのをライバルとしてやってみるといいんじゃないですかね西ローランドゴリラのメスは俺の方がなんか愛情豊かに育てられるみたいな,なんかそんな感じの戦い方をするといいんじゃないでしょうかマリアタ海溝に野生のタケイソウとヒレオギアイさんどっちに進めたらどっちが先に行きますか えっと、マリアナ海溝に埋めようとすると、ヒゲオヤジは浮きます。なぜならデブで脂肪が多いから。あの、野生のタケイソウは多分筋肉質なので、水泳苦手なんですよね。なので沈んでく可能性があるんですけど、ヒゲオヤジデブで、あの、脂肪多いのでめちゃめちゃ浮いちゃうんですよ。なので野生のタケイソウの方が沈むんじゃないかなと思いますけど。なんかあの、筋肉質な人って水泳苦手なんですよね。脂肪少ないんで。 なんだよ。仮に野生の竹井壮に襲われた場合は、川に逃げるとかっていう水のあるところに行くっていうのは結構安全策だと思います。竹井壮さんが芸能界引退するみたいなこと言ってるんですよね、50歳の時に。あの人、まあ、その不遇の貧乏時代がめちゃめちゃ続いて芸能界で突然売れちゃって、運動性能が高いのに芸能界で売れるにはどうすればいいかっていうので頭を使って芸能界で生き残ってすげえ仕事を取って、それなりにギャラももらって結構儲けてますと。で、事務所も所属してなくて自分でやってるんで、そのなんか吉本芸人みたいな9割持ってかれますってこともなく、 まあちゃんと自分にお金入れてるんで、すげえ儲かってお金もあるんですけど、あの人一応芸能界に引退するって言ってるんですよ。で、それがなんで言ってるかって、武井さん死ぬ気満々なんですよ。あ、まあ,あの、みんな死ぬんですけど、いつか。で、その、武井さんってあの、お兄さん若いうちに亡くしてるんですよね。なので、人って死ぬよねっていうのがもう若い頃から分かってて、何か後悔をする前にやりきって死ななきゃ。 っていうのがあるので、お金を貯めるのって何のためかっていうと、自分がやりたいことのためにお金を貯めてるので、なので、芸能界でお金を貯めるっていうのをやり続けても、使う時間がなかったら意味ないじゃん。なので、50になったら引退して、自分の本当にやりたいことにお金を使って、満足をしたい。なので、その今でも運動を楽しい、満足する人生も多くいたい。で、芸能界楽しい、満足してやってますので、その満足が基準なんですよ。 なので、その、竹井さんも多分、あの、満足するために死ぬのと、なんかベッドに縛り付けられて、5年間生きるのるのどっちがいいですかっていうと、満足して死ぬを選ぶタイプだと思うんですよね。美コ的だな。そうですね。そうの妻です。<laughs> あれ、独身じゃなかったっけ、竹井さんって。えー、ひろゆき君、視聴者俺の70倍ってどういうことえぐすぎるんですけど、10年追いつくしな。そろそろここれら面白 お世話になっております。えっとですね、竹井さんの場合はやっぱりね、あの、小動物殺しすぎだと思うんですよね。すぐなんか動物殺す配信やるじゃないですか。そのポメラニアン殺してみたとか。だかその、まあ、やっぱり男の人しか見なくなると思うんですよね。竹井さんの生放送。大体どんな動物も殺す話から入るじゃないですか。 で、最近なんかその、竹井さんがあの、昔付き合ってた彼女が結婚してうんんみたいなのを Twitter で見たんですけど、どう動物と付き合ってたのかなみたいな感じで、やっぱり竹井さんって何らかしら動物と関わってる感出ちゃうんで、今度はあの、彼女との配信って言って、イボイノシシのメスとかと一緒に生放送すると、結構ウケるんじゃないかなと思います。あ、ウサギでも全然いいと思います。はい あと、竹井さんに一回聞きたかったんですけど、相撲取りと戦うっていうので、あの、これあの別にスパチャで答えなくていいです。今度あのコラボの時に答え聞きます。あの、相撲取りと戦う時に、あの、走って逃げて遠くから石投げるっていうので倒せるっていうのはあると思うんですけど、金網デスマッチでやるとか、自分よりも足が速い相撲取りの時に、どうやって倒すのかっていうのを聞きたいです。っていう、あの、竹井さんに宿題を出して、こんな終わりにしたいと思います、ね。